7月12日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて259円と64銭安 31,943 円93銭でした。反落しまして3万2000円を割り込みました。トピックスが 14.92 ポイント安の 2221.48 でした。プライム全体の 71% にあたる1313銘柄が下落しました。上昇したのは全体の 25% 464銘柄にとどまっています。下落数の方が多くなりました。マザーズ指数は昨日に比べて 14.49 ポイント安 1.8% の下落でした。日経平均株価反落しました。そして今日の為替市場でありますが、ドル円が東京時間の15時35分時点で1ドル139円42銭ということで140円の節目を割り込んでいます。東京時間15時35分時点140円割れとなっています。足元急速な円安一服、円高方向に為替を触れています。ということで日経平均も買えなかったようです。今日は直近の持ち合いを下回りまして反落、0.8% の下落でしたが3万2000円の節目を割り込んで終えました。海外勢、一部の海外勢、このところの上げを演出してきたのは外国人投資家でありますが、日銀の金融緩和が一旦縮小するんではないか、再来週の決定会合でイールドカーブコントロールの見直しがあるんではないかなどという話が、一部投資家の間で広がっているようであります。それを受けての円高株安と、反応としてはストレートな反応でありますが、日銀の緩和政策修正を警戒しての円高株安というものが今日も観測されました。プライム全体の7割が下げる、かなりそれなりの売りに見舞われていたという一日でした。個別銘柄ではゲーム関連株が動いていました。任天堂はプラス、ソニーはマイナスでした。任天堂は43円高 0.6% の上昇、ソニーは225円安 1.7% の下落で、直近のレンジからややギャップダウンしておいています。アメリカのマイクロソフトがアクティビジョンを買収するしないということで向こうでは法律雑談になっていますが、買収が進むんではないかという観測が市場で高まっているようです。東京のゲーム株もそれに左右されるような動きになりました。今日の東京市場全体的には、日銀の緩和見直し、いわゆるイールドカーブコントロールの修正があるかもしれないということで、ドルが売られて円が買われる円高株安方向に触れた一日となりました。以上、欧米系の模様を東証アローズからお伝えしました。